コルネイリス・ペトリュス・ティーレコルネイリス・ペトリュス・ティーレは、オランダの神学者、宗教学者、宗教史学者、近代宗教学の創始者とされる、オランダのライデンに生まれる。1856年から、ロッテルダムのアルミニウス派教会で牧師を務め、1873年にアムステルダムトライデンの神学校の教授となる。1877年から、 来電大学の教授に就任、新設された宗教史、宗教哲学講座を担当した。古代語と古代史の幅広い知識をもとに多くの著作を残し、オランダ現代宗教学の礎を築いた。また、エジプト、メソポタミア、イラン、アッシリアなどの宗教史を原始料によって研究、開拓する一方で、進化論的な図式を用いて、 それらを壮大な人類宗教史にまとめ上げ、比較宗教学の発展に大いに貢献した。またこれらの宗教史に、いち早く文化人類学や戦史時代史の研究成果を適用した先進性も高い評価を受けている。フリードリヒ・マックス・ミューラーと並んで、近代宗教学の創始者の一人とされる、姉崎正春、加藤源知など、日本の初期の宗教学者にも、 大きな影響を与えた。ありがとうございます。